皆様こんにちは。今日は誰でも一度は経験している身近な心理現象についてまとめてみました。なぜかわからないけれどそのように行動してしまったことや、なぜかわからないけれどそのように感じたことなど、うまく説明できないけど日常で起こる現象というのがあります。今回は皆様もそれあるあるの心理現象の内容や正式名称を解説していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。1. 眠っている時に体がビクッとなる。この現象をジャーキングと言います。なぜこのような現象が起こるのかというと、入眠状態に移行する時に脳がまだ起きている状態、これをレム睡眠というのですが、この時にジャーキング現象が起こります。 2. ガヤガヤした人混みの中でも自分の興味のあることはしっかりと耳に入ってくる現象をカクテルパーティー効果と言います。これは自分が必要だと思う事柄だけを脳が選別して聞き取っているそうです。 3. アルミホイルを噛むとキーンとする現象、これをガルバニー電流と言います。これは異なる金属が触れ合った時に流れる電流です。歯の主成分カルシウムも電気を通す金属の一種なので、アルミホイルと反応しガルバニー電流が流れるという仕組みです。他にもスプーンや歯にかぶせる銀歯をしている場合も起こります。 4. スマホや携帯など振動していないのに錯覚を起こし勘違いしてしまう現象をファントムバイブレーションシンドローム、日本語で幻想振動症候群と言います。原因として心的ストレスとの関連性が指摘されています。仕事の電話や緊急の呼び出しがあるかもしれないなど、神経をそこに集中させて心を追い詰めてしまっているのでしょう。 5. 嗅覚や味覚から過去の記憶が呼び覚まされる。このような現象をプルースト効果と言います。フランスの作家マルセル・プルーストの失われた時を求めてという小説の中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸した際、その香りで幼少時代を思い出す場面があり、その描写が元になって名付けられたそうです。嗅覚は五感、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、この中で唯一喜怒哀楽の感情を司っている大脳辺縁系に直接つながっているので、より情動と関連付けやすいためと言われています。 6. 頭の中で同じメロディーが無限ループする現象をイヤーワームと言います。このイヤーワームが起こる現象は詳しく解明されていないそうです。ただ早く頭から追い出したいときはガムを噛むのが効果的らしいです。 7. 自分が意識した情報が急に飛び込んでくる現象をカラーバス効果と言います。例えば朝出かける前にテレビで占いを見ました、今日のラッキーカラーは青という情報を頭の片隅に置き出かけたときになぜか青いものばかりに目が行ってしまうというものです。看板、電信柱、空、何でもいいので意識してから出かけるといつもの道もまた違って見えると思いますよ。 8. 人間は無意識に左へ傾く習性があるため、左の道を選んだり左回りへ歩くことが多くなります。これを左回りの法則といい、コンビニやスーパーなどはこの左回りの法則にのっとって配置を左回りにしているところが多いです。それと日本人は右利きが多く、左手でカゴを持つので右側にディスプレイがある方が買い物がスムーズになるので右側の法則とも呼ばれています。 9. ビタミン C 1000mg とレモン50個分のビタミン C、 同じ量のビタミン C 含有率なのになぜかレモン50個分のビタミン C の方が体に良さそうに感じる。この現象をシャルパンティエ効果と言います。シャルパンティエ効果のよく聞く例として、 1kg の綿と 1kg の鉄、どちらが重そうに感じますかという質問。なんとなく鉄の方が重そうに感じてしまいますよね。これはイメージで重い軽いを判断してしまうという心理現象です。 10. 逆三角形に置かれた点が顔に見える。この現象をシミュラクラ現象と言います。 11. 年を取るとそんなに食べていなくても太ってしまう。これをモナリザ症候群と言います。肥満のほとんどは交感神経の働きが低下しているために起きています。私たちの体は自律神経によって無意識に内臓が働いています。自律神経には興奮した時に優位になる交感神経とリラックスした時に優位になる副交感神経の2種類があり、交感神経、副交感神経、交感神経、副交感神経と切り替えられ体のバランスが保たれています。
ダイエットに重要な代謝の働きが促進されるのは交感神経が優位になっている時です。でもモナリザ症候群の人は副交感神経から交感神経の切り替えがうまくできないため、交感神経の働きが低下し痩せにくい体になってしまうという仕組みになっています。12、例えばテレビショッピングなどで限定100個や数に限りがあるのでお早めになど、手に入らなくなる可能性があるものに対し過剰に価値を見出してしまう、こういう現象をスノップ効果と言います。13、こんにちは、皆さんお元気ですか？私は元気です。この文章はイギリスのケンブリッジ大学の研究の結果、人間は文字を認識するとき、その最初と最後の文字さえ合っていれば順番はめちゃくちゃでもちゃんと読めるという研究に基づいて、わざと文字の順番を入れ替えてあります。これは単語の最初と最後が合っていればちゃんと読めてしまう、この現象をタイポグリセミアと言います。ちなみにこの文章は2チャンネルから出回ったそうです。実際にケンブリッジ大学で研究が行われたことはないみたいですよ。14、みんなが商品を買っているからという理由で自分も安心して周囲と同じ行動をとってしまう、これをバンドワゴン効果と言います。例えば売り切れ店続出や、ただいま申し込みが殺到していますという文句に安心して買ってしまうのは、このバンドワゴン効果が働いているためです。では次で最後になります。音痴、いかがでしたか？今回は名前にインパクトのあるものと、普段意識していないけれどそれあるあるな心理現象を15選まとめてみました。雑学程度に覚えていただけると良いかと思います。では本日はここで終わりたいと思います。ぜひ次回も見に来てくださいね。それではさよなら。